柏原藩は丹波国表上郡柏原に存在した藩。藩長は柏原神屋に置かれた。柏原藩織田家宮廷長屋門、織田信長の弟、信金は、慶長3年6月、伊勢国阿の津から柏原三万六千国に違法された。これが柏原藩の律藩である。 信金は、慶長5年の関ヶ原の戦いでは西軍に組みしたが、戦後は改役されずに済み、大阪城で、豊臣秀頼に仕えた。慶長19年、信金は、大阪冬の陣直前に死去した。その後、信金の孫で、第三代藩主、織田信勝の時代に治水工事や、神殿開発などが行われて、藩政の基礎が固められたが、信勝は、 慶安3年5月17日に死死くして死去してしまい、ここに柏原藩は廃藩となり、その所領は幕府領となった。元禄八年4月14日、信長の次男、織田信夫の椅子を織田校長から始まる山と宇田藩の織田新旧が2万国で柏原に入部したことにより、柏原藩が立藩された。これは、 山と宇田藩二万九千国の藩主であった新旧の父、織田信武が元禄七年に発狂して、家臣の田中五郎兵衛らを殺して自らも自害するという、宇田崩れを起こしたため、処罰としてその子である新旧が原意法をされることとなったのである。新旧は犯罪請求法の中で反省の基盤がために、勤めたが、大洪水や干ばつなどが相次ぎ、元禄九年には、 年貢軽減を求める収穫が起こった。その後も柏原藩では、犯罪性の急防化が進み、藩内では要人をはじめとする61人の解雇、藩士の法牧削減、藩札の発行などの諸改革を断行したが効果は、なく、文政7年には、物価高騰に反対する、百姓一揆が起こった。第5代藩主。 小田新守は、このような中で斜視に走って反省に関心を示さなかった上、その快楽のために百姓に重税を敷いたため、両民は信守を恨んだ。しかも新守が、愛称のホヤを寵愛して政務にまで関与させた結果、藩主の地位をめぐっての争いや、ホヤ騒動が起こり、藩政は大いに乱れることとなった。第六代藩主、小田新居西への第には、 先代の新種の付けに加えて、藩札の発行により、藩経済は大混乱し、天保4年にはついに百姓の怒りが爆発して、打ち壊し騒動が発生した。このような中で、第8代藩主となった織田信之は、小島政裁と協力して、倹約を、おもとする、藩政改革を断行する。そして藩内で文部を奨励し、藩校としてまた新刊を設立した。 第9代藩主、小田信民は、信行の意思を受け継いで新たに、藩校、忠広館を設立し、小島制裁と共に、藩政改革に臨んだ。幕末期、信民とその後を継いだ、小田信雄は、尊王上位運動を目指して行動する。このため早くから、官軍側に組みし、明治2年の藩籍奉還で信雄は、治藩寺となる。 明治4年7月14日、廃藩地県により、柏原藩は廃藩となり、柏原県となった。なお、小田氏の諸藩では、信夫の系統は、柏原藩の他に、天道藩が、小田長松の系統は、柳本藩、柴村藩が、明治維新まで存続した。ブラッの系統は他に、味絶藩、野村藩が存在したが、これらは、江戸時代初期に、女風。 仏具断絶している。とざま三万六千国とざま二万国。ありがとうございます。